会を笑顔に、さよこです。今回は非常に不人気ではありながら食レポをさらに極めたいと思います。今回紹介させていただくのは五魚福のユッケ風牛肉生ハムです。用意しておきましたので食べてみましょう。ユッケより硬いんです。硬いんですが全く臭みがなく、さっぱりしたお味になっております。さらにここに一手間私風に加えたいと思います。生卵の黄身かけます。そしてさらにごま油ですねを潰します。美味しそうです。食べます。最高です。お酒のおつまみにいいと思います。はなちゃんも狙っております。五魚福さんのユッケ風牛肉生ハム、サイトは下に貼っております。注文してみてください。さよなら。